その次なんですけど、3つ、4つ和音がありました。その後ですけど、あまり情けなくならないようにしましょうね。確かに楽譜上ではそこはピアノ、ピアノって書いてあるっけ、あ、書いてあります、ね、ピアノって書いてあるけど、そこのところで可能なくような音でこう弾くのは少し良くないと思うのね。半音階ですから少し緊張感があった方がいいでしょう。それでこれ今日のテーマでもありますけど、アポヤンド、アルアイレ、どちらを使うかということです。これもね、まあ極端に言うと趣味の問題で、どう使うか、うん、趣味の問題で、アポヤンドとアルアイレっていうのはある意味で言うと、うん、文字を書く時の筆圧みたいなもんだと思うのね。アポエンドっていうのはしっかり圧力をかけて文字を書く。アルアイレっていうのはどちらかというと軽く草書でこうふわふわって書くみたいなイメージが僕は持ってるんだけど、うん、アルアイレってまず支えがないやつをちょっと今、うん、まあ僕今聞きましたけども、今これだとアイから始めますとやると M で終わって切り替わります。それで一つ注意しなきゃいけないのは、決してオーバーランしないことです。指がこういうふうにたくさん動かすと、こうやって隣の弦を引っ掛ける可能性が出てきます。親指の位置ですけど、止めたい1弦手前に親指を乗せて弾く弾き方もあります。そうでない弾き方もあります。これ今6弦にいて弾いてますね。これ今アルアイレの弾き方ですけど、少しこちら側にアポヤンドで弾くよりもこちらの方向に、握る方向に角度を強くして弾いてます。お聞きになったら分かり、音で分かりますけれども、角度を強くすればするほど音は太く、ある意味では輪郭は逆になくなって聞こえてきます。垂直に近づけてこちらの方向に、角度をこちらの垂直の方向に近づけて弾いていくと、だんだん音は、音質は明るくはなりますが、細くなって鋭くなっていく。これでいろいろなタッチの使い分けっていうのができています。アルアイレ奏法です。アルアイレの基本的な、やり方の重要なポイントは、オーバーに動かさないことです。もし振っても次の弦を超えるってことは僕は滅多にやりません。アポヤンドに参ります。アポヤンドについて説明しますけれども、アポヤンドの場合、私は少し角度をこちら側に、アポヤンドで寝かしていくとこれで変わってきます。かなり変わりますね。こうやって角度によっていろいろな音色の使い分けができる。これもギターだけが持っている魅力の一つでもありますね。まあ、だんだん体得するまで時間がかかりますけれども。